この前テレビ番組でドローンを走行中のバス内に入れて料金を入れるところにお金を入れるチャレンジみたいなやつを見て思ったんですがバスに入るまではバスと同じ速度でドレーンを飛ばしていると思いますがバスに入ってからはドローンは同じ速度で走り続けているんでしょうかバス内にいる人はドローンがもし落下した時に垂直に落下しているように見えてもバスの外の人は斜めに落ちているように見えと思うんです同じ動作でもバス内外で動く距離が遠くないですかバカなのでよくわかりませんがわかりやすく教えてくださいえっと正解です あのそのそバスが動いてるときに、そのバスの中でボールを落とすと、バスの中の人から見ると、真下に落ちてるように見えるんですけど、バスの外から見てる人にとってみると、バスの速度とあの下に落ちるのがあるので、ボールは斜めにこう動いて見えるんですよね。なので、あの書いてることは正解です。はい、<laughs> あの相対性理論とかもそんな感じの話なので、要はその自分自身から見る動きと、その外側から見た動きっていうのが結構違って見えたりするんですよね。っていうのがあるので、実は正解です。であので、ね、なんだっけ あのトリビアの泉かなんかで1回やったんですけどあの100キロの,あのボールを投げるやつあのバッティングセンターとかにあるあの100キロでボールを投げる機械と軽自動車を100キロでこう後ろに走らせてそのこっちに100キロの軽自動車が動いてますとこっちブーンってね。で あのここのあのボールを投げる機械はあの、えー、とこう100キロでこ,こでこっちか。で、こっちに向かって100キロで投げ打,打ちますと。なのでこう、100キロでこっちに進みながら、100キロでああのこのあのなんかボールを投げる機械がボールを投げると、果たしてボールはどういうふうに動くのかっていう実験をしたんですでこで、100キロがバーンってきて、この瞬間、ボーンって球を打つと、その球ってその場に転がる,落ち,転がる落ちて転がるんですよ。なので今、こっち側に動こうとする100キロの速度を持っている、その100キロのボールを投げる機械は、こっちに100キロ投げると、ちょうど搭載されて、真下にボールが落ちるんですよ。 というのがあるので、多分んググれば出てくるんじゃないかな。なので、あのそこら辺ちゃんと気づいたのは正解なので、あの物理の方に進むといいんじゃないでしょうか。富士テレビがしたんだっけなんかあの、探偵ライトスクープだっけなんかどの番組かわかんないですけど、多分グググれば YouTube 出てくるんじゃないかなと思います。